においで。今行く。何もそんな無茶な折り方しなくても。お騒がせしました。あ、手紙は？はい、これ。でも差出人の名前がないのよ。ふーん。あ、もしかして。そうだよ、きっとそうだよ。ありがとう、お母さん。うん。姫ちゃん、何ニコニコしてるの？差出人の書いてない手紙。え？そうだね、お父さん、お母さん、明日友達のパーティーに行ってくる。パーティー？どこの友達だ？エリカって子なんだけど、お父さんたちも会ったことあるよ。エリカちゃん、どんな子だったっけ？ほら、私の誕生日にいたよ。覚えてないだろうけど。すまんな、覚えてないよ。で、姫子、一人で行くのか？パーティーと言ったら夜になるんだろう。あのね、大地も一緒に誘われてるの。え？大地くんが一緒なら安心じゃない。ね、お父さん。うん、あまり遅くならないようにな。うん。へえ、すごいな。俺も行っていいの？うん、エリカ直々のお誘いだよ。楽しみだね。姫姉ちゃん、ユメもパーティー行く。ダメだよ、ユメ子は。へへ、やだ、行きたい。ゆめ子はダメなの。魔法の国へゆめ子を連れて行けるわけないじゃない。ゆめ子、うん、お姉ちゃん、わがまま言っちゃダメよ。いい子にしてたら明日お姉ちゃんが遊園地に連れてってあげる。慎太郎くんと一緒に。うん、それならいい子にしてる。ゆめ子、慎太郎くんもお留守番じゃかわいそうでしょ。そうね。もしもし、大地？うん、ああ、なるほど。おい、慎太郎。何？明日、ゆめこちゃんと遊園地行くか？うん、行くよ。うん、すまないな、よろしく頼むよ。うん、うん、じゃあ明日ね。よろしくって、ありがとう、お姉ちゃん。わーい、ジェットモンスター乗ろう。ジェットコースターね。ワクワク、早く明日にならないかな。ちょっと早かったかな。大地もまだか。なんかドキドキするね、姫ちゃん。ピンちゃんに会えるもんね。この格好で自転車じゃ結構目立ってるようだな。とにかく急ごう。ねえ、早くしてよ。パパたちが私を待ってるのよ。はい。パーティーの花も大変だわ。あれは大地くんだわ。タキシードなんか着ちゃって日曜日の学校に何の用かしら。行ってみましょう。あ、お嬢様、すぐ戻るから待ってて。そんな、そろそろかな。来た来た。おい、野々原よ、ポコタ。おっす、大地。大地、それダブダブね。親父のだからな。お前こそ珍しい格好してるな。演劇部の衣装はちょっとね、どこか遠い国に咲く可憐な一輪の花みたいでしょ。あっちいな。聞いてる？あ、なんで野々原さんが大地くんと、しかもヘンテコリンなドレスなんか着ちゃってさ、まさかデート？
そんなことありえないわ。なんだ？お出迎えだよ、大地。すごい。いいのかよ、こんなもん体育館に入れて。やあ、姫ちゃん、また君に会えるなんて幸せだよ。はっ。何やってんだよ。大丈夫？エディが玉の兵で君たちを迎えに来ました。エリカに言われて迎えに来たって。なら早く行こうぜ。アリサカ君起きれる？起こして。なんで聖様まであんな格好してるの？これって夢？うん、痛い。夢じゃない。出発進行。はいどう。どこに行くの？姫子様、ポコタ様、ようこそ魔法の国へ。レオンさん、お久しぶり。こちらが小林様ですね。はじめまして、小林大地です。エリカ様がお待ちです。さあ、こちらへ。どこかしら？ここ。馬車を片付けたら僕も行くよ。なんだかわからないけど後をつけるしかない。姫子、よく来てくれたわ。ありがとう。お礼を言うのはこっちの方よ。招待してくれてありがとう。とっても素敵だね。ほんと同じ顔でも気品の違いかな。なに大地、蹴ってほしい？まあまあ、おめでたい席なんだから。ではエリカ、パーティーを始めるぞ。はい。いい雰囲気。ポコタ、ピンちゃん探してくれば？うん、行ってくる。姫子、小林くんお借りしていい？え、いいよ。え？小林くん、よろしくね。あ、俺、踊りは。大地、今日はエリカのお祝いなんだよ。主役に恥をかかせないの。参ったな。じゃあ、あっちの広いところで。じゃあ、私は美味しいものでも。姫ちゃん！僕と踊ろう。カミル！さ、お手を。ダメ！何すんだよ、セ。君にはロベリアがいるだろ。姫ちゃんと踊るのは僕だよ。あっち行ってろ。ロベリアは風邪で休んでるんだよ。言い訳にはならないの。姫ちゃん、お待たせ。え？姫ちゃんいないのね。はぁ、おいしそう。姫ちゃんだ、姫ちゃんだ、かっこいい。はぁ、会えて嬉しいな。ね、姫ちゃんって呼んでもいい？あ、もう呼んじゃった、いいわよね。いっちゃん。え、あたしジュレイっていうの。姫子さん、ごめんなさい。あら、オーガスタ。あれ、この子、ミーハーの女王って呼ばれてるんですよ。よろしくね。小林くん、さすがね。踊りも上手じゃない。いや。大地くんと踊ってるのは誰？野々原さんにそっくりだけど別人のような。おお、ロベリア来ていたんだね。あ、何すんのよ。驚かしてしまったようだね。大地くん。おお、何を言っているんだい、ロベリア。君のことをこれほど愛している僕を大地と間違えるなんて。僕はカミルだよ。カミルくん？なんだ、カミルくんも来てたの？え、カミルくん？久しぶりね、あたしよ、日々のヒカール。別にカミルくんに合わせてロベリアでもいいけどね。あ、私は今からロベリアよ。まずいよ、姫ちゃんと大地以外の人間が魔法の国に来てるなんて国王様に知られたら。とりあえずロベリアで逃走。ロベリア、僕と踊ろう。え、いいわ。素敵だよ、ロベリア。まあ、カミル君たら正直ね。ピンちゃんいないな。あっちかな。うわ、ポコちゃん。ピンちゃん、会いたかった。またポコちゃんに会えてとても嬉しい。僕も嬉しいよ、踊ろう。え、thank you.
踊りは一旦休憩しまして、これより祈りの儀式を行いたいと思います。祈りの儀式って？次期王位継承者が自分の発明した魔法のアイテムを祈りの泉に沈めて魔法の国の平和を願って祈るんだ。祈りの泉？おっと、日比野さんだった。教えちゃまずかったかな。まあいっか、どうせ後で記憶消しちゃえば同じさ。何でも願いが叶うと言われている泉さ。何でも願いが叶う？何でも願いが叶う。願いが、エリカ様。あれ、あのリボン。うん、エリカの作ったものだから。それに私のつけてるリボンはもう魔法は使えないの。うーん。おい野々原。何？あそこにいるのカミルだろ。隣にいるの日比野じゃないのか？ああ、あの子がロベリア、日比野さんじゃないよ。へえ、日比野にそっくりだな。性格は違うみたいだけどね。ほら、エリカが泉の方へ行くよ。ねえカミル君、あのリボンを泉に沈めて願いをかければいいのね。うん、そうだよ。オッケー。え、ロベリア。エリカ貸して。何をするの？えい、願いは私がかけるわ。小林大地君と私が結婚できますように。泉さん、お願いね。ロベリア、なんてことするの？私ロベリアじゃないわ、日比野光よ。いかん。なんだこれ？みんな光ってる。ビンちゃん、どうしちゃったの？なにこれ、なにこれ、これが魔法なの？光さん、おめでとう。え、小林大地くんと結婚するんでしょ？小林大地くん、日比野光さん、ご結婚おめでとうございます。日比野さん。え、なんなんだよ。大地、やったな。このよし、姫ちゃんのことは僕に任せろ。あ、ありさか。この際、二人の結婚式を挙げてしまおう。わー、おめでとう。よし大地、支度しよう。おい、ちょっと待てよ。有坂くん、一体どうしちゃったのよ。大地、こんなのおかしいぞ、話せよ。大地、姫ちゃん、ピンちゃんも行っちゃった。野々原さんも私たちの結婚式に出席してね。姫子、盛大に祝ってあげましょうね。エリコ、じゃあ私、花嫁さんの支度をさせに行くから、姫子も後で教会に来てね。行きましょう、日比野さん。そんな、どうしたらいいの？そうだ、どうするの？もう一度願いを。水が全然ない。どうしよう。ポコタ、大地が日比野さんと結婚しちゃう。泣いとるのじゃ。泉の水がないところを見ると祈りの儀式も終わったようじゃな。何かあったのかの？お主、エリカにそっくりじゃな。大王様、ひどい発想。私を置いて先に帰るなんて。すまんの。チャッピー。あ、姫ちゃん、ポコタ。やっぱりそうじゃったか。おじいさんは今確か大王様って。魔法の国の大王様、エリカ様のおじい様だ。ささ、はじめまして、野々原姫子です。ポコタです。それより何があった？はい、実は人間界から日比野さんがついてきちゃったんです。それで祈りの儀式がめちゃめちゃになって、日比野さんと大地が結婚することになっちゃったんです。なるほどの。
で、お主はその誤った願いを取り消したいと。はい。方法はないんですか？よし、泉にあるアイテムを二つ持ってわしと一緒に来い。二つ？お主がかけ直す願いとエリカがかけ直す本来の願いの分じゃ。アイテムは使えますか？無論じゃ。チャッピー、大地とやらの様子を見てこい。了解させた。姫ちゃん、どれ持ってく？そうね、リボンとハートダクトにする。ここじゃ、向こうを見ろ。あの橋を渡って壺を取ってこい。あれは潤しの壺といって、どんな乾いたところも潤す壺じゃ。わかりました。どうした？やめて帰るか？いいえ、行きます。行くよ、ポコタ。うん、行け行け、ゴーゴー、ジャンプ。あやったね、姫ちゃん。よし、大王様。うん、すぐそっちに戻ります。姫ちゃん、大王様の上。え、あ、大王様。姫ちゃん、ハートタクトだよ。どうだ、危なかったね。姫ちゃん、壺は？え？はっ、あー！やっちゃった。割れたか。大王様、もうダメなんですか？壺が割れてはのう。姫子よ、何より命を大切にする優しい娘よ。姫ちゃん。わしを助けてくれた礼として、お前の望みを一つ叶えてやろう。え？お前の気持ち次第じゃがな。泉の魔法を解きたい一番の理由は何じゃ？それは魔法の国の人たちがおかしくなったの。こりゃ、そりゃ二番目じゃろ。はい。姫ちゃん、いいなよ。大王様に聞いてもらいなよ、君の本当の気持ちをさ。君だって自分の本当の気持ちはもう分かってるだろ。その気持ちを素直に話すんだよ。そうした方が姫ちゃんらしいと思うな。うん、私、大地が日比野さんと結婚するなんて嫌なんです。私、大地が好き。わかった、あとはわしに任せろ。トレフォルマラトリード帰ってきたのか、大地。あれ？よ、大地。ギリギリセーフで結婚しなくて済んだみたいだな。どうして助かったのかが謎だけどな。や、姫ちゃん、大王様が何もかも片付けてくれたよ。さすが大王様。大王って？エリカのおじいさんのことよ。へえ。有坂君、日比野さんは？そこに寝てるぜ。魔法の国のことは全て夢と思うようにしてやるよ。日比野さんにはいい夢なんじゃない？よかった。いや、今日は参ったよな。あ、そうだ、有坂君に頼みがあるんだけど。姫ちゃんの頼みなら何でも聞くよ。これをエリカに返しておいて。ああ、そんなことか。いいよ、任せて。そうそう、これで祈りの儀式をやり直さなくちゃね。でもその前に。野々原、ありがとう。お前のおかげで助かったよ。パラレルパラレル、姫ちゃんに。何やってんの、有坂君。ブレスレットがないと変身できないよ。え、やだな、シャレだよ。そうそう、はい、ピンクからポコタへ。でも不気味な郵便配達。それほど。でも、それじゃ僕はこれでバイバーイ。いろいろありがとう。有坂、またいつかな。